新のニュース、これまでの主なニュースです。スポーツ庁が今日発足しました。初代長官にはソウルオリンピック競泳の金メダリスト鈴木大地氏が就任しました。今朝スポーツ庁に初登庁した鈴木氏。座り心地いかがですか？まあ、こんなにふんぞり返ることもないかなと思って初代長官に就任した鈴木氏といえば、スタート。鈴木はいいスタートしましたよ。鈴木はいいスタートしました。まだ潜っている。鈴木リードしている。潜っている。大地出てきた。大地打った。鈴木大地打ってきた。水中に潜ってキックを打つバサロキックを持ち味にして、ソウルオリンピックでは金メダルを獲得。来ました来ました。55秒05。鈴木大地金メダル。現役引退後は母校の順天堂大学の教授などを務めました。それではどうぞ。そして今日発足したスポーツ庁、スポーツに関わる政策を推進する司令塔的な役割が期待されています。そのスポーツの存在、それから価値がですね、上がっていけるような仕事をしていきたいと思います2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けては、国主導での選手評価が明確になり、選手評価費の配分方針の策定にあたります。選手、指導者、そして競技団体のトップ経験がある鈴木長官には、各競技団体や指導現場の意向をどのように政策に反映させるのか、手腕が問われます。同じ金メダリストからも期待の声が寄せられています。スポーツ界とまたこの行政との間を取り持つという意味ではすごく、大切なポジションだと思います。今後 のスポーツ界を盛り上げていただきたいな。まあ、一緒にこう戦うくらいの、戦う長官をちょっと目指して、日程の許す限りそういった現場に足を運びまして、日本選手および日本チームを激励したいと。石破地方創生担当大臣が会長を務める自民党内の派閥石破派が決選後初めてとなる会合を開きました。石破氏は安倍総理大臣の後継総裁を目指したいという考えを重ねて示しました。石破派は先月28日20人の議員が参加して結成され、今日11人が出席して初めての会合を開きました。新しい政策集団に期待をするという方は大勢おられます。我々が目指すべきものは50年先100年先の政策を体系だって作る、そして政権を担ったその日からそれがスタートできるという体制を作りかねばならないということであります。石破氏はこのように述べ、安倍総理大臣の後継総裁を目指したいという考えを重ねて示しました。後を絶たない振り込め詐欺の被害防止につながるのでしょうか。嘘の電話でよく使われる言葉を検知して注意を促すシステムをインターネットの大手通信業者が開発し、今日から実用実験が始まりました。このシステムはインターネットの大手通信業者ニフティが警視庁の協力を得て開発しました。振り込め詐欺の電話で使われる現金や電車、カバンといったメッセージが検知されると、こちらはアットニフティ振り込め詐欺検知サービスです。先ほどのお電話は詐欺の可能性があります。お電話です。このように注意を促すメッセージが流れます。かかってきた電話の会話がコンピューターに送られ、振り込め詐欺の電話でよく使われる言葉が複数あると嘘の電話の可能性が高いと判断、注意を促します。電話を受けた人だけでなく登録した家族にも注意を促すメールが送られます。会社では都内の高齢者がいる50世帯で今日から半年間実験を行うことにしています。
先ほどのお電話は詐欺の可能性があります。では。